正面レストラン側三重県立美術館は三重県津市にある美術館である。1982年に中部東海地区発の本格的な美術館として開館した。2003年にはリニューアルオープンし柳原義立記念館が開館した。蘇我昭博羅三重県ゆかりの作家たちの作品、スペインを中心とする西洋美術など6000点以上の作品を収蔵している。 明治期から現代に至る日本の近代洋画のコレクションが充実している。1982年昭和57年に開館。初代館長は美術史屋で後に横浜美術館の館長を務めた影里哲郎。開館当初は半年間で想定より多い約23万人が来館したが、以降の入館者数は年間10万人から20万人で安定している。 建物は、不加建築事務所の設計、体制建設の施行による、開館当初の1982年中部建築賞を受賞。1998年に公共建築100選に選定された、県立の美術館設置構想は1972年に県立美術博物館の名で、 文化審議会が答申を出して始まった。その後、基金の創設、美術館建設準備室の設置等を行い、1982年4月に三重県立美術館が発足した。実際に開館したのは同年の9月25日である。三重県立美術館を起点として近隣に、三重県総合文化センター、1995年、 三重県総合博物館2014年がオープンしている2003年リニューアル開館既存館東側に柳原吉立記念館が完成日本の具象彫刻会を代表する柳原吉立の彫刻デッサン資料類の常設展示を行うほか三重県ゆかりの作家若手作家の作品等の特集展示を行っているまた記念館1階部分に レストランがオープンした。2005年には和田義彦の作品展を開催したが、後に和田の作品がイタリア人画家、アルベルト杉の盗作であるという疑惑が浮上し、館長を名義でお詫びを出した。なお、和田義彦展は三重県立美術館で開催後、渋谷区立小島美術館と茨城県筑波美術館でも開かれ、この3館の編集により、 図録の制作もなされていた。2012年には、開館30周年記念として、昇白ショック、蘇我昇白と K の家形を開催。6カ年に及ぶ修復を終えた、西宮の旧家長島家伝来の襖絵44名を公開、その他代表作、天台開発出品作、合わせて、同時期に K で活躍した、丸山王居、伊藤若忠などの作品も転換し、 話題となった。2020年新型コロナウイルス化により、4月開催の、没後40年歌おぎそん店7月開催の、岩崎千尋店、中谷康志を主としての2つの企画展が中止となった。JR 帰省本線、近鉄名古屋線、伊勢鉄道伊勢線津駅西口より、ありがとうございます。